い、こんにちは。この前のビデオでバレンタインメイク見たいっていう方がたくさんいて、インスタグラムのダイレクトメッセージやツイッターのリプでたくさんメッセージをくれた方ありがとうございます。ということで、もう少ししてバレンタインですね。私は何をあげるかまだ決まってないんですけれども、多分ルイとジョン君に何かしらあげると思います。はい、何を作るか決まっている方、よかったらコメントで教えてください。それでは私なりのバレンタインメイク、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、じゃあまずベースメイクから始めていきます。化粧水を今塗った状態で、そこからどんどんやっていくんですけど、最初にこちらローラメルシエファンデーションプライマープロテクトを使います。ちょっと取りすぎちゃったかな。いつももうちょっと少なめですが、ちょっと今日取りすぎちゃいました。で、これを顔全体に塗っていくんですけど、これはすごい乾燥してる時とかに塗るともう全然違う。本当に保湿されるし、顔がツヤツヤって感じになって、めちゃめちゃ愛用しています。皆さんは今年のバレンタインどうしますか？私この前チョコレートブラウニーを作って、試しにどんな感じかって思って作ったんだけど、そもそも私がチョコレート食べれなくて、なんか味見してもうーんって感じになっちゃって、だからやっぱクッキーかスコーンかな。まあ自分が食べるわけじゃないけどさ、やっぱ味見したりした時に美味しいって思わないとなんか嫌じゃん。だから迷ってる。みんな何作るんですか？はい、これ顔に全体塗ったら、もう本当に今塗ってわかりますか？この感じ。ちょっと最初テカテカしすぎかなって思うんですけど、次にファンデーションを塗るので、それでいらない部分を取ってきます。で、ここがすごく乾燥してカサカサになってしまうので、ここを保湿するのが私が大事なポイントです。なので皆さんが乾燥して気になってるところとかを中心的に塗ったりすると、ベースメイクはすごく大切なので、ぜひやってみてください。で、化粧水はこちらを使いました。 MAC の FIX プラス、これはハワイで買ったちっちゃいサイズのやつで、ラベンダーの香りですっごくいい香りでした。これ初めて今日使ったんですけど、とってもいい匂いでした。はい、で次にこちらのジバンシーのランタンボレルブロッサムロージーグロウというクリームなんですけど、これ色がついてて、目の下ちょっとクマがあるの分かると思うんだけど、実際ライトがないともっとクマがひどくて、結構気になるところをこれで最初カバーしてからファンデーションを塗ります。これを塗ると本当に肌が綺麗に見えて、全然違う。これ塗るか塗らないかじゃもうちょっとでなくなっちゃうんだけど、ジバンシーすごく高いよね、本当に。なので大事に大事に使ってるけど、期限もあるからさ、早く使わなきゃいけない。もうちょっとで使い切らないとダメ。まあこれハイライト効果もあるらしいので、顔のトーンを明るくしてくれます。で、ちょっと塗ったらこっちのビューティーブレンダーで細かくやります。本当に私は乾燥がひどいので、こういうベースメイクにすごくいつも時間がかかっちゃう。だから本当にさ、肌が綺麗な人とか、何も手かけなくてもメイクしなくても外に出れる人とかめっちゃ羨ましいよ。はい、こんな感じで、これでさっきよりはだいぶテカテカ感がマシになったかなと思います。そして次、いつも私が使っているリキッドファンデーション、こちらのクリニックリペアウェアレザーフォーカスオールスムースメイクアップ15番、あ、嘘、4番ですはい、これはもうずっと使ってて2つ目なんだけど、かなりカバー力があります。なのでこれはめっちゃおすすめです。カバーしてくれる。これを全体的に塗ります。バレンタインメイク、この前の動画で見たいと言ってくれた方がたくさんいて、今回撮ることになったけど、実際ね、バレンタインメイクって言っても、私バレンタインにこういうメイクするとか今まであんまやったことなかった。去年ぐらいからバレンタインだからちょっとメイク変えてみようとか、そういうのやったことあるけど、そもそも目が奥二重だから、アイシャドウとか可愛い色塗っても目開いた時にはこうやってアイシャドウ見えないのね。だからそれがちょっと悩みで、いつもちょっとメイク変えてもみんなに気づかれるぐらいのメイクの変わりようではないんですよ。なのでそれがめっちゃコンプレックスっていうか悩みなんだけど、でもみんな見て
見たいと言ってくれて、ちょっと今回はピンクの色とかを使ってバレンタインっぽい女の子っぽいメイクをしてみたいと思います。ほらカバー力すごいあるの分かりますか？もうクマとかちゃんと消してくれるの分かる？でね、この前の動画とか最近の動画、私が一人でやってるやつはライトの加減が下手くそで、すいません本当に見にくくて、この前の紹介のやつとかめっちゃ見にくかったですね。だからすいませんでした。今日のライトはいつもよりは見えるかなと思うので、今回はほらいろんなものをさ使うから、しっかりみんなに見てもらいたくって、ちょっとライトの調節をジョンに教わりながら頑張ってやってみた。どうですか、見えますか？今ファンデーションだけだから分かんないわって感じですよね。そんなこんなしてる間に顔を塗り終わりました。はい、こんな感じです。結構カバー力すごいあるよね。これクッションファンデを前は使ってたんだけど、ちゃんと時間があったり気合い入れてメイクしたい時とかはこういう風にリキッドファンデーション使ってるんですが、そういう時は絶対クリニックを使っております。もうねなくなっちゃいそうはい、それでリキッドファンデーションを塗ったら、あ、首も塗るんだ。首塗るの忘れないようにお願いします。はい、首塗ります。余ったところでいいですよ。がっつり塗るとお洋服とかについちゃうから。はい、こんな感じで塗ったら、こういう感じの大きいブラシでパウダーファンデーションをします。で今日はこちらキャンメイクのシークレットビューティーパウダー01番を使います。これねすごくいいですよ。綺麗になります。付属のパフがついてるんですけど、ブラシで取ります。そんなたくさんつけると真っ白になっちゃうので、少しのせる感じ、整えるぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じで大丈夫です。キャンメイクは本当に安いのに質もいいし、発色とかもアイシャドウもいいからめっちゃいいよね。はい、そしたら次ブロンザーをします。シェーディングします。で私が使ってるのがこちらの NARS のブロンズパウダー 5101N かな。もうねかなり使っててちょっとここに書いてあるんだけど、5101の N です。確か2種類ぐらいしかなかった気がするから濃い方ですね。でこの前紹介したこちらの MAC のブラシ、そんなにたくさんつけないでチョン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 って感じで、もうねこれねすごい気に入ってて、そこが丸見え。でブロンザー別に私の番号のものじゃなくても自分の肌に合った色でいいと思います。めっちゃドバーってついてる風に見えるけど、実際見るとそんなのでもない。いつもこうなりますね。はい、反対。はい、こんな感じです。したら次にチークなんだけど、チーク私一番最後につけるのが好きで、次はアイメイク、眉毛とかアイシャドウをやっていきます。はい、で今回はバレンタインメイクなので、こちらの 3CE のめっちゃ気に入ってるこちらのピンクのアイシャドウを使ってメイクしていきたいと思います。じゃあ先にベースなんですけど、ベースはこちらのスマッシュボックスのマットタイプの方、こっち側を使います。で別にこれじゃなくても似たような色があればいいかなと思います。まず最初にこちらの色を使います。はい、次にこちらのアナスタシアのパレットでこれを使います。次こちら、次にこちらのカラーポップのハイライトをここに塗っていきます。
もうちょっとラメ感を足したいなっていう時はこのまぶたの真ん中にも塗ってあげるといいです。はい、アイシャドウはこんな感じです。はい、じゃあ両方目できたところで次この眉毛描きます。で、眉毛は本当に描くの苦手で、もう左右対称に描くことができないんですけど、まあいつも通り眉毛描いていきましょう。眉毛描かないともうやばいからね。で、眉毛に描くときに使うものがこちらの3つ、前紹介したこちらのマックブローセット眉マスカラですね、こちらの3点使います。こちらはアイブロウ用じゃなくて二重の線とかに描いたりするやつなんだけど、これを最初に使うとすごくナチュラルに仕上がるのでおすすめです。もともと眉毛がある方はこういうのがおすすめかなと思います。それじゃあどんどん描いていきましょう。やばいね、この唇、上唇、本当に私色がないでしょじゃあ眉毛描きます。まあでも眉毛は人それぞれ違うから、いつもの自分の描き方でいいと思います。でまず最初にこちらのこういった感じでアイライナーみたいな感じになってるのね、本当に。で、色がそんなに濃く出ないから眉毛足したりするときはめっちゃいいです。描きます。もともとそんなに毛が眉毛がないってわけじゃないんだけど、ここら辺とか足さないとバランスが悪くなったりするので描いてきます。あと長さもね、私足りないので長さもどんどん描きます。眉毛はね本当に難しい。なんかさ、眉毛が上手に描けると、あ、今日のメイク成功したって思っちゃう目尻の方はこっちのペンシルタイプで濃く描いてきます。はい、でここまで描いたら眉マスカラ塗ります。こんな感じです。はい、眉毛完成しました。まあ、そんなめっちゃ眉毛が上手ってわけじゃないので、眉毛はあんまり気にしないでくださいはい、いつもこんな感じです。なんかもう本当に自分の生えてる眉毛にちょっと足すって感じなので、みんなの眉毛の描き方は人それぞれあると思うので、自分の思い通りにやってみてください。そしてチークとリップと、あといろいろやんなきゃいけないところがまだあるので、もうちょっとかかります。先ほど使ったこちらのカラーポップのハイライトを今日はハイライト代わりとしていろんなところに塗っていきます。私あんまこれね使ったことなかったんだけど、久々に使ってみたら、あ、なんかいいなって思ったまず鼻の先っちょ、ここと、あと唇の上、これは必ずリップを塗る前に私はやってます。で、さっきここと目のここにちょっとやったので、こことここはもうやんなくて OK で、ここに少し塗っていきます。さっきアイシャドウを塗ったところとかがこぼれたりして黒くなったりしてるかもしれないので、アイシャドウを塗った後にハイライトを塗るのがおすすめです。だからもう本当に仕上げとして塗る感じがいいかなと思います。でね、ここのね真ん中、私多分カメラでわかると思うんだけど、骨がここがないの、なんかへこんでて、でこっからピュッて出てる感じ、魔女っぱなっていうの、なのでここがとへこんでて黒くなっちゃったりするのが多分カメラでよくわかると思うんですけど、それを隠したいからたまにここにハイライトをのせるんだけど、それをする前にカバー力が強いコンシーラーを塗ります。ここだけちょんちょんってのせて、でその間に他の場所のハイライトをいつもやってるんだけど、今それやるの忘れちゃった。はい、ポン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 やっていきます。鼻もなじませて、唇も、まあ、唇はあんまやんなくていい、後でリップ塗るから。で別にこれやって変わってるかっていうと多分変わってないんだけど、すごく嫌なのでこれを欠かさずやるようにしてます。もし同じような悩みがある方、どういう風に解決してるか教えてください。全然さっきと変わってないわはあ、もう
嫌になっちゃうわ。でもね、いいんです、気持ち変わってれば。はい、こんな感じでハイライトやりました。アイシャドウ結構濃いめにつけてたんだけど、私いつもオレンジ系のチークをよく使うんですけど、今回はちょっと女の子らしくピンクを使ってみたいと思います。自分の持ってるピンクのチークでいいと思います。私は今回 MAC のドーリーミックスという少しラメが入ってるタイプのチークを使います。で、ポイントとしてドンとつけてしまうと濃い感じのメイクになってしまうので、大きいブラシ、こういった感じで大きめのブラシでちょっとだけのせるって感じでやります。ポン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 ってやって、さっきブロンザーを塗ったちょっと上、ちょうどもうかぶるぐらいで、黒目の真下ぐらいまで塗ります。ふんわりと感じね。もしつけすぎちゃったなとか、そういう時はさっきこれを塗った時に使ったブラシとかブロンザーのブラシとかでミックスしてあげたりしてもいいかなと思います。多分ね、今ね、私はふんわりつけたんだけど、みんなには見えないぐらいになってるかもしんないので、ちょっと見にくかったらごめんなさい。はい、こんな感じです。見えるかな。でももうふんわり薄くつけてみてください。次、リップ。リップはこちらのミルクメイクアップのリップカラー、これは名前がちょっとわかんない、ちょっと見えないかもしれないのでここら辺に書いておきます。これ私最近気に入ってるリップで、どんな時でも本当に使えるのでめっちゃいい。ミルクは日本にまだないので、もし似たのが欲しい場合はこのレブロンのリップクレヨンが私前から好きなんだけど、これがめちゃめちゃ似てます。ちょっと今これ使いすぎて、あの名前が消えちゃってるんだけど、多分01番かな、なんだかな。でもこの感じの薄ピンクのパッケージの色になってるので、もし似たのが欲しい方は買ってみてください。レブロンにあります。これを塗ります。塗ったら何でもいいんだけど、こういう綿棒に化粧水をつけて自分でなじませます。はい、リップ塗り終わりました。で、リップ塗った後にはみ出ちゃったところとかはこういった感じの筆タイプのコンシーラーで隠して、ビューティーブレンダーとか綿棒とかでポンポンってやると綺麗になるので、もし失敗しちゃってもこういうので手直しできます。で、次にちょっとこれだけでも全然いいんだけど、真ん中だけこういうグロスで濃い感じの色を使って少し大人っぽい感じにします。私の場合はすぐリップの色が落ちちゃうので、ポンポンとのせて手でなじませます。で、もしね余ってしまったら、こういう手についたのが余ったらこういうところに塗ってあげるといい。これは私の裏技っていうか、なんか涙袋とかが欲しい人はこういうのやってみるといいです。はい、こんな感じです。バレンタインメイク、私なりのどうでしょうか。最後にこういうフィックスプラスみたいなミストタイプの化粧水を上からやると化粧崩れとかも防げるので、私は最後に必ずこれをやります。あー、これめっちゃいい匂い。はい、こんな感じです。いかがでしたでしょうか、私のバレンタインメイクです。まあバレンタインはね、顔じゃなくて愛なので、皆さんの愛のこもったチョコレートやらお菓子やら贈り物やら手紙やらをあげればもう大丈夫です。あとはもういつでも笑顔でいることが一番大事なので、ぜひこのメイクを参考にして素敵なバレンタインをお過ごしください。それでは終わり、バイバーイ。